が一番。お前はもう終わりだ。はあ、負け惜しみ言ってんじゃねえ。後ろ見てみるんだな。その大門、オウミ。この町はもう俺ら近江連合のもんだ。お前みたいなチンピラ一人で何ができる。そう簡単に行くかな。相変わらず飛ばしてますね、一番さん。秋山、遅くなってすいません。俺も手伝わせてもらいますよ。助かるぜ、頼む。いい加減にせえや、このクソガキ。今すぐここで殺したら。なんや、ホームランのはずがショートライナーになってしもうたわ。あんたらまさか。この喧嘩俺らも混ぜろや。なあ兄弟。水臭いやないかお前ら。この町で暴れんのやったら一声かけろや。そうよ、私にも協力させて。はるかちゃん、どうしたの？今日コンサートじゃん。ここを片付けてからね。このガキ！なんなんやお前は。暇時のアイドルを舐めないでよ。ちょっと何なんだよこの状況は。いいじゃないですか。理由は違っても近江を倒してこの町を守る、みんな目的は同じですから。つべこべ言わんとさっさと喧嘩の続きしようやないか。せや、体の熱が冷めんうちにな。よっしゃ、一挙協力してくれみんな。ああ、ちょっと待て、カムロ町の一大事。お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか。近江相手に一人で暴れてるって男はお前か。おう、そうだ。違う、名前は春日だ。元荒川組若衆、春日一番だ。覚えとけバカ野郎。